ちょっとあーって言ってるとこ悪いんだけど、はいはい、俺すごいこと思いついちゃって、はいはい、理論ってさ、うん、なんか足りないなと思った時に入れんでしょ、うん、理論、うん、足りないなと思った時に入れる、入れるね、基本ができてて、うん、けどそれだけじゃ足りないな、自分が打ちたい球がこういう球筋が打てないなっていう時に、うん、入れるっていつも言ってんじゃん。そう、基本のナイスショットからのことね。そうだよね。そう、だから何が足りないかなって考えた時に、うん、平井宏明のワンナップゴルフ、そもそもインパクトゼロが足りてないんだから、うん、まずインパクトゼロをやんなきゃいけないってことで、インパクトゼロとインパクトゼロの練習量が足らないそうでしょ、うん、だから入れるとこまで行ってないんだ。そうだね、まだね、うん、入れるとこまで行ってたら、うん、多分だけど、うん、年間出た競技、うん、1回は絶対勝ってる例えば月齢とか、はいはいはい、なんかしらの競技、うん、ああいうものは、うん、多分1回は勝ってる、うんうんうん、それぐらいのレベルだと俺は思うよ。入れちゃダメよね、入れるよりやらないとね、今のやってることを。入れんのはいくらでもいつでもできるから。そうか、あでも継続することってできないから、継続しなきゃ、うんうんうん、あ今やってることを、うん、絶対落とさないでキープしなきゃいけない練習をしないとね、うん、本当に基本のショットは10球中9発打てます、うん、でもちょっとあれが足んないんだよね、ちょっとこれが足んないんだよねって、本当にその自分の打ったショットに対して思えなかったら入れちゃダメだから。お、うん、何が足んないのか分かってないから。はいはいはい、はい、うん、でも10球中9球ナイスで、うん、その1球何かが足りない、うん、1球何かが欲しいっていう時に初めてその人本人自分で気づいてるからね。ただのミスって思ってたら気づいてないからね、うん、そうか、したら入れちゃダメよね。人に言われて君何が足りないから何々入れた方がいい、それは入れちゃダメだから、自分で気づいてないんだから、できないんだから。そうなんだ。そう、あ自分で分かんなきゃ入れちゃダメなんだ。分かんない、だってずっとその球打ってて気づかないってことはそれ思ってないんだから自分で。例えば弱い球打ってました、うん、これさ徹くん、俺じゃあドライバーでこうやって、うん、こうやってフルショットします、うんうん、こうやってフルショットした、ね、徹くん見てあれめっちゃいい球でしょ、で徹くんがさ、うん、いやあんなんじゃセカンドショット通常しないからもっと飛ばさなきゃダメだよって言って初めて自分が飛ばないんだって気づくでしょ。そうだね、そう、今のは飛ばしを例にしたけど、うん、でも自分で人に言われるまで気づかなくて、うん、でもいい球打ってるって自分で認識があるんだったら何にもしちゃダメだから。そっか、そう、気づいてないんだから自分ではいいと思ってるんだから。そうなの、だからそれでいいのよ、だから人の意見って聞いちゃダメなのよ、うん、だから例えば試合とする目標があって、うん、その試合は何ヤードです、うん、例えば男子だったら7200ヤードです、うん、女子だったら6500ヤードですっていうんだったら、その飛距離に対してじゃあ今の飛距離じゃ戦えないよね、難しいよねってなってきて、うん、じゃあ入れますか、飛距離を出した方がいいですねって、そうなってくるのに、うん、何にもね、目標も何にもなくて、うん、いやそんなんじゃ飛ばないよ、そんなんじゃ通用しない、何を根拠に言ってんのかって話よ。うん、だから毎回俺レッスンでもいるのよ、いや誰々さんに言われて、俺もう知らないからそれ、いや聞いたのはあなたでしょってうん、うん、別に言われようが、うん、誰の言われたことを試そうがいいけど、うん、俺はそれは責任取れない。そうだね、うん、でそれを直す気持ちにはなれない、うん、うん、入れたのは自分だからね。そっか、自分で気づいて入れなきゃ、人に言われてじゃないんだ。そう、え、そうなのって最初になるでしょ、例えば、うん、だから気づいてないんだから入れなくていいんだよ、うん、じゃあちょっと反対のこと聞くけど、うん、ずっとやってたら、うん、気づくようになる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 。例えばね、ドライバーで、うん、飛ばない人、うん、で飛んでないことに気づいてない、うん、だけど何の不満もない。例えばヘアウェイウッドがうまくいくから、うん、ヘアウェイウッドとかユーティリティでグリーン乗せられます、うん、でパターはもともとそこそこですって言ったらパーは取れるわけ、うん、そしたらそれがさ、なんとなくうまくいったらさ、うん、72から74ぐらいで回れるわけ、うん、そしたらさ、普通のアマチュアゴルファーだったら何の文句もないわけよ。ないね。で
例えばそのゴルフが気に入らない人と回りました。はいはいはい。いや誰々さんね、うん、じゃあトール君それじゃあ、うん、ユーティリティヘアウェイトのセカンドだと、うん、安定感だったり再現性が良くないから、うん、アイアンで打てるようにした方がいいよ、うん、でもさ今大丈夫じゃん。そうだね、取れてんだから、うん、だからその人が気に入らないだけだから。ああそういうことなんだ、うん、関係ない関係ない。だってその人別にウッドとかで、うん、アイアンで打ちたいとは誰でも思う、飛ばなきゃね、うん、だけどウッドでパー取れてんだったらウッド磨くわけよ。だから自分の得意分野が人と違うだけだから、うんうんうん、それを生かさなきゃダメ。何も飛ばしが苦手っていう部類に入るとする、飛ばなかったら、うん、じゃあその苦手なところを克服しようとしたらぶっ壊れるから得意なものが。ああ、そっかそっか。そうだからやらなくていいよ。でも周りからの意見を気にする人たちが多いから、うんうん、ね、だから何々した方がいいよ、うん、何々やった方がいいよ、うん、どんだけうまい。そうだね、うん、それがあなたプロよりうまいんだったら人に言っていいですよ。そんなんじゃないからね。それで俺が生徒さんの積み上げてきたスイング良くなってきたなっていうのを壊れた人何人もいるから。あれね、知り合いに言われて。そう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 。だから俺からしたらだよ、うん、俺はもうその別に人の付き合い俺は関係ないからもう、うんうんうん、だからあ俺よりもその方取ったんですねって、うん、そうだね、あそうなります。そうだよね、うん、はっきり言うけどそういうことって良くないですね、うん、人に言われて何かをこう取り入れてうまくいったらラッキー、うん、ラッキーなんだけどラッキーばっかじゃないし、うん、でましてや指摘されたところが今うまくいってんだったら絶対やんない方がいい。本当にその自分のいいところがなくなる可能性がやっぱ高いから、うん、そういうことっていうのはやらない方がいいね。そうだよね。だってね、うん、せっかくねお金出してさ習いに来てるのにさ、うん、知り合いに言われた方を優先してそっちやってぶっ壊れてくるんでしょ。そうそうそう。だったらずっとその人に並ぶよくない。ただなんだから。そうなのそうなの。ただだし俺後処理じゃないからね、入れるのも自由、うん、ね、うん、それ俺にそれをどうこう言うつもりはないけど、うん、でも崩れちゃったのを直すのは俺はちょっと違うかなと思う。それはちょっとないなと思う。初めて来てなら分かるけど、うん、分かる。そう一回来て、うん、でそれをやってでいやなんか違うの入れちゃって崩れちゃったんですっていうのは、うん、ふーんってなっちゃうだからそれやんないでって言ってたじゃん、ね、そう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 。そうで YouTube の動画でも例えば俺が絶対やんないでくださいねって言ってることを、うん、例えばやっちゃったっつったら、うん、俺はそのまま帰りたくなっちゃうからそう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 。昨日のね、うん、神奈川から来たね、うん、レフティの方、俺涙出そうになったから。サロン最初の頃に入っていただいて、うん、スイング動画をね、うん、やり取りして、うん、でベタ足をずーっとやっててもらったの。で友達からドロー打て、もっとこうやって右で打て、って言われて、うん、で打ってて。うん、全然当たんなくなっちゃった、うん、それでワンナップゴルフに見てくださって、うん、でベタ足をずっと俺にやらされて途中でだよ、うん、本当にこのまま続けてていいんでしょうかって。それは不安になるよね、うん、だって普通の練習じゃないんだから。そう、誰もそうやって言ってないからね。そう、でもやってくださったの。ずっと、あ、ずっとやってくれてたの。もうそれだけで俺涙出そうになって。そうだね。何ヶ月か前に一回来ていただいた時に、うん、はい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 、ガラッとスイングがその時変わって、うん、で昨日来ていただいたの、うん、ほんと久しぶりに、うん、したら別人。嘘。あ、そんな球打ってましたって冗談で言えるぐらい全然違う。よくなってたのそんなに。全然違う、うん、飛距離も違う、音も違う、球筋も違う、そもそもスイングが違う。ずっとやってたんだ。ずっとやってこいと。で、前回そのレッスン、昨日で2回目だったんだけど、うんうん、前回レッスン来ていただいた内容だけをやっててくださったの。へ、うんうん、俺もう感動でしかなかったよね。うまくなってた。うん、めっちゃうまくなってた。もう来なくていいじゃん。ベストスコア更新しました、うん。70代がちょこちょこ出るようになりました。平均ストロークが安定してきました。うん、で、その方スコアつけてるの、うん、携帯に、うん、見せてもらったの、うん、ありがとうございますってこっちが言った。来なくていいね。
いや、ほんと、それだけ忠実にやってくださるんだったら、ほんとに、いい意味で、全然来なくても大丈夫。ねえ。うん。ほら、またお客さん減ったから。こういう靴教えないと、じゃん。その方ね、冗談通じるからね、言おうかなと思って。うん。誰々さん、そんなんじゃダメですよ。廃屈したらダメです。で、逆目のアプローチと、ちょっと距離のあるアプローチ、2、30ヤードのちょっと上りで、スピンが入っちゃいけないなって思うライの、その2つのアプローチの打ち方、同じ打ち方なんだけど、それ打ってもらったの。笑うぐらい感動してた、ご本人。こんな構えで、こんな向きで、こんなショットであんないい結果出るんですかって言ってたから。だからこれは6万5千ですから。そうだね。あ、そこまでちゃんとできてる人だからやれることなんだよね。そう。それで、誰々さんが、口外しなければ無料でいいですよって言ったの。そうだね。そうだね。そう。俺、ほんと感動した。へぇー。そう、だからそれぐらい、もちろん人との付き合いもあるけども、自分のスイングに対して、しっかりちゃんと防御線を張って、練習してくださった結果がそれだなと思った。素晴らしいと思った。はい。そういう、あのレッスン報告もたまに言わせていただきます。そういう動画でした。でした。はい。すごくためになる動画になってますので、ぜひチャンネル登録とですね、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約。あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。